皆さんこんにちは、たかもいです。今回もジョンマナさんに来ていただきました。ジョンマナのジョンです。マナです。よろしくお願いします。今回はマシュマロスライムを作ろうかなと思います。はい、じゃあ早速材料の方を紹介していこうと思います。はい、マシュマロスライムを作る材料はオリーブオイル、ホワイトマシュマロ、そしてコーンスターチでございます。ホワイトマシュマロの方をレンジでチンしていこうと思います。はい、はい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 、すごい、お待たせしました。もう結構ここでもスライムっぽくなってますよね。でここからなんですけれども、コーンスターチをこれ入れていくんですよね。で僕が責任を持って入れていきます。よし、入れて混ぜていきます。結構入れても良さそうですね。あ、そうですね、もうちょい入れましょうか。結構入れても一面に、一面に、おー、あ、でも結構すごい、さすがジョンさんですね。普通にスライム作るより簡単ですね。あ、そうですね。お、いい感じ、いい感じになってきましたね。オリーブオイルの方を入れていこうと思います。そんなに、ちょっと少しだけ入れて強すぎます。伸びます、あの結構伸びる。あ、すげえすげえ、あ、おー、全然違う。はい、じゃあだいぶこねたので、これで完成ですね。おー、はい、ではマシュマロスライムの方完成しました。イエーイ、すごい。いやー、結構手もだいぶ手につかなくなってきて、ちょっと伸ばしてみます。あ、いいですか。いいですか、ちょっと僕もこっち持ってるんで。お、おー、すごいすごいすごい、すごい、だいぶ伸びますね。バタースライム系ですね。うん、わー、すごい。ちょっと油多めにしちゃったかもしれないですね。ちょっと、あ、でもすごい。あ、ルイ君も興味津々。これちょっと伸ばしてみてごらん。あ、ルイいつもスライムのやつ見てるから。あ、そうなんですか。ピニョーって。はいはいはい。おお、すごい。やってる。すごいね。楽しいね。で、これ実は、はい、食べれるんですよ。さすがにジョンさんとマナさんに食べさせるわけにいかないんで、僕はちょっと攻略の食べれるかどうか検証してみようと思います。大丈夫です。大丈夫です。これ体張るのも大得意なんで。いくよ、いただきます。味普通にあります。本当です、本当です。本当に普通に美味しい、結構美味しい。これ案外甘いです。結構しっかり味ついてて、はい、じゃあ今回このマシュマロスライムの方を作ったんですけれども、どうですか、作りたいとか、お、うん、すごい喜んでくれて、なんか嬉しいな。はい、今日もバンダム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー、またねー。